日本からは外務省の埼玉アジア太陽州局長が急遽中国へ向かい朝鮮半島問題担当の武大井特別代表と午後協議しますこの協議で埼玉局長は6カ国の会合を呼びかけた中国の意図や北朝鮮の動向について探りたい考えですその上で来週ワシントンで予定している日米韓の外相会談につなげたい考えです